皆さんこんにちは。4月10日月曜日、今日のスペインニュースです。マドリッドの SMJ 日清文化協会メンバーズハウスからの発信です。現在こちらの時間で朝10時。お天気はちょっとこう薄い雲が広がった感じですが、青空も見えています。外の気温が 17.6 度、湿度 20% 未満、お部屋の中が 22.2 度、湿度 50% 程度です。それではいつものようにテレビの画面の方を見ながらお話しさせていただきます。毎週月曜日はいつもスペインにおける新型コロナの最新情報、これをお伝えしていましたが、多くの皆さんもご存知の通り、スペインはずっと連休でした。ということで、中央政府、それから地方行政含めて行政が、まあ、いつも通り機能していなかったようで、そういった週に1回の報告が行われませんでした。ということで、そういった情報がね、この1週間飛ばすのか、あるいは明日とか明後日とかに出てくるのかちょっとわかりませんが、とりあえず毎週金曜日の夕刻以降にあるはずの報告がなかったようです。ということで、今回は新型コロナの情報をお伝えすることはできません。急遽いくつかね、目についたニュースを拾ってみましたが、まず一つ目。セマナサンタの連休、マドリッドのホテル稼働率は 90% 以上。新型コロナ危機による厳しい時期を乗り越え、今年のセマナサンタ休暇は首都マドリッドにも吉報をもたらした。海のないマドリッドは気候が良くなってくると旅行の目的地としてはやや不利な環境にあるが、それでも今年のセマナサンタはホテルの稼働率が 90% を超え、また飲食業の売り上げも記録的なものになったとのこと。こういう、まあ、いいニュースですね。このセマナサンタもスペイン全国的にね、お天気も気候も良くて、もうとにかく海辺が人気です。日光浴、そして海水浴、これを楽しんでる様子がね、テレビでよく映ってます。まあそういった中、マドリッドはご存知の通り、もう内陸も内陸、イベリア半島の真ん中にありますから、まあ、海がないっていうんでね、どうしても気候が良くなってくると、海が好きという方々は、最初からその旅行の目的地として外してしまうんですけども、まあそれでももうホテルがね、今回は 90% 以上埋まっていたということで、海辺にを中心に人が流れた割には、首都マドリッドもね、随分賑わったようです。また飲食業、バル、レストランですね。これも記録的な売り上げになったということですが、まあこれはもちろんマドリッドの中でも中心部のお話だと思います。逆に言えば、中心からもほんの少し離れると、例えばこのメンバーズハウスがあるこのあたりもね、マドリッドの中心ですけども、中心の中の中心ではないわけで、中心の中の一部をちょっと離れると、そのあたりはマドリッドというやっぱり都会から里帰りする人たちが多いですから、こういった休暇地はね、静かになります。こういったニュースもありますね。これは特にマドリッドにお住まいになられている方々、あるいは今たまたま旅行で来られている方々にとってのニュースですが、マドリッドの市バス11日と12日は無料。首都マドリッドの市バスは今週火曜日と水曜日の2日間運賃が無料となる。火曜日の0時から水曜日の23時59分までの48時間がその対象となり、その間無料ではあるが乗車券の読み取りは必要であるため、定期券や回数券などを持っている場合は乗車時にこれを提示し、持っていない場合はその旨を告げると運転手が無料乗車券を発券してくれるとのこと。マドリッド市でこれが行われるのは13回目となるが、これによって公共交通サービスの利用者を増やし、乗用車の利用を減らすのが大きな狙いとなっている。明日、明後日ですね、火曜日、水曜日の2日間、マドリッドの市バスは無料で好きなだけ乗れると。その際、普段定期券を持っている方、あるいは回数券を買って持っている方は、それを乗車時に、いつも通り機械にピッとこう通すわけですが、その時に回数券であっても、回数が、残り数が減らない、感じはされないわけですね。
そして何も持っていない場合は運転手さんにそれを言うとタダでチケットをくれる。まあ、つまりこの2日間行われるこういったまあキャンペーンというんでしょうかね、公共交通機関を利用しましょうというこういう運動ですね。この期間にどれだけの人数が利用したかということを把握するためのね、まあ、手段じゃないかと思います。ということで、明日、明後日はどうぞ市バスを自由にお使いください。他にこのニュースもね、目に留まりましたね。スペイン国鉄、マドリッド・アンダルシアの新幹線格安サービスを開始。これ、つい先日我々が到着駅に行った時に、関係者だけを乗せた、まあ、最初のその開通式というんでしょうかね。そういった、もう本当の意味での最初の一本。これが出る、その場に居合わせた。そんなお話をちょっとね、したことがあったと思います。つい最近ですね。で、そういった関係者を乗っけて走る、そういう、まあ、式典が終わって、いよいよ一般乗客を乗せてのサービス開始。これが6月1日から始まるようです。まあ、ニュースの内容は次の通りです。スペイン国鉄レンフェは、6月1日よりマドリッド・アンダルシア間の新幹線格安サービスをアブロ、皆さんがよくご存知のアベではなくアブロの名称で開始するが、そのチケット販売が本日より開始される。このアブロという名前で既に親しまれている格安高速列車サービスですが、これは既にマドリッド・バルセロナ間とかね、マドリッドからバレンシア・リカンテの方面、こちらの方はもう動いてます。ですから、アブロそのものが始まるのではなくて、今回のこのニュースは、マドリッド・アンダルシア間のサービスが開始されますよという、こういうニュースですね。運行されるのは、セビージャ・マドリッド間、マラガ・マドリッド間の列車で、どちらも1日に1往復の頻度となり、アンダルシア出発は早朝、そしてマドリッド出発は午後になるとのこと。このサービスでは、アンテケラ・サンタ・アナ駅、プエンテ・ヘニル駅、コルドバ駅、ビジャヌエバ・デ・コルドバ駅、プエルト・ジャノ駅、シウダ・レアル駅など、路線上にあるすべての駅が停車駅となる。各便の座席数は436席で、これに2名分の車椅子用スペースが用意されており、料金体系は1種類に統一される模様。ということです。まあ、今の本文の中で、セビジャ・マドリッド間も、マラガ・マドリッド間も、どちらも1日1往復の頻度と、こう書いてありますが、これはつまり、従来のアベ、スペインのずっとね、昔から走っている新幹線ですね。これはもうかなりの頻度で朝から晩までずっとアンダルシア・マドリッド間を走ってます。それとは別に今回その格安サービスというのがこれが1日1往復という頻度で早朝出発、午後戻りみたいな感じでね、開始されるというこういうニュースです。これはですね、さっき私もたまたまちょっとレンフェのチケットを買う必要があったんでついでに見ていたんですが、例えばもうすでに今までレンフェのホームページを利用された方も多いと思うんですが、基本的にこのレンフェという同じ会社がやってるわけですから、レンフェの今までのホームページで見ても、このアブロという名称で開始される新しい格安サービス、これの対象となっている列車も出てきます。で、アブロという別のホームページもありますけれども、その両方見てみましたが、同じ時間帯に同じ料金で出てきました。ということで、どちらからでも買うことはできるようです。ただ、このニュースでもありましたが、本日より6月1日分以降の販売が開始されるとなっていましたが、つい先ほど私見た時にはまだ始まっていませんでした。本日中に始まる、そんな感じではないでしょうか。はい、ということで今日のニュースはここまでとしまして、いつものように余談の時間に入りたいと思います。余談の時間です。週が明けてセマナサンタの連休が終わってしまいました。多くの方々にとって終わってしまいました。ただ今日月曜日、復活の月曜日と呼ばれている今日も祝日としている週が、例えばカタルーニャ州とかバレンシア州とかありますから、まだスペイン全国で見れば完全に終わったわけではありません。
マドリッドでは終わってます。今日から平常に戻りました。昨日のね午後から鉄道の駅だとか国道はもちろんね、そして空港とかね、もう大変人でもう大変だった、そんな感じのニュースがねたくさん流れていましたが、バレンシアとかカタルーニャは、今日の午後からそれと同じことが起きるでしょう。ということで、長い長い休暇を取った人にしてみれば、先週の月火水、ここに会社の有給を当てて、先々週の金曜日の午後から金土日月火水木金土日と、これだけね休暇を取った人もいらっしゃったでしょうし、月火水の有給は取らずに純粋に先週の木金土日とこれだけのね連休にした方も多かったんではないかと思います。全国的にもう本当天気が良すぎてね、遊びに行った人々にとってはもう最高なんですが、これで、ね、連休が終わった瞬間に人々は雨乞い、雨降れ雨降れ雨降れ、こういうね感覚に転じるようです。遊ぶ時にはね雨降ってほしくないんですが、ね、実際問題スペインではものすごい雨不足に悩まされてますから、遊ぶ時が終わった瞬間みんなの頭は雨降ってください、こんな感じでね変わったんじゃないでしょうか。はい、セマナサンタと言っても我々はあまり関係なく同じように仕事をして過ごしましたが、スペイン社会も今日から平常に戻りました。で、さっきねニュースの中で新型コロナの情報がないということで、急遽ね朝からいくつかニュースを探したんですけども、もう一つね面白いと言いますかね、面白いってまた怒られちゃいますね、こんなニュースもあるんです、これはね多くの州の行政でその州のテレビ局ってあるんですよ。その州のテレビ局で、カタルーニャにもカタルーニャのテレビ局がありまして、そのテレビ局が先日スペインのね南のウェルバっていうところにあるロシオ、多分スペインのいろんなテレビ番組なんかをね、じゃ日本でも気をつけてご覧になっている方は聞かれたことがあると思いますが、ロシオ巡礼って有名な巡礼がですね、スペインのねロシオっていうところのその聖母マリア像を日本風に言えば拝みに行くロシオ巡礼ってあるんですけども、これもスペイン国内ではものすごく大きな巡礼で信仰、特にアンダルシア人の信仰を集めてるんですね。そのロシオの聖母マリアが着ている衣装があって、その同じ衣装を作ってそれを女優さんが着てテレビ局の番組の中で赤ん坊のイエス・キリストを抱いているような姿で座って、そしてその聖母マリアの役をしている女優さんが、ね、言うんですよ、こんな重たいね衣服を着せられてね、もうたまんないわって、私も200年もこんなの着せられてね一回もエッチしてないのよって、こういうこと言うわけですね。それがねギャグとしてって言いますかね、そういう番組なんですけども、やっぱこう宗教的なことをねネタにしてやるギャグっていうのはよっぽど気をつけてやらないとやっぱり大きな問題を招くんですよね。そのロシオ巡礼に行く方々、ロシオ信仰聖母信仰してる方々にしてみればものすごく大切な神様ですから、それを私200年間エッチもしてないのよなんてやっちゃうと、あっという間にネット上でもう非難ごうごうとなってしまって、なんでしょう、まずアンダルシアの州知事から正式にクレームが出て、でウェルバのロシオ巡礼のその関係団体から正式なクレームが出て、カタルーニャにあるやっぱりロシオ巡礼のアミーゴの会みたいなね、そういったところからクレームが出て、でやっぱりその表現の自由あるかもわかんないけれども、面白おかしく番組作るのもいいかもわかんないけども、やっぱりその人の感情を傷つけるようなことをないように、言わないように、それから宗教的なことに関しては、その信仰を知る方々の、心を傷つけないような配慮が必要なんじゃないかということで、これはやっぱり謝罪を求めたらね、そんなクレームが出たわけですよ。それに対してカタルーニャテレビが、そんなことを言う前に、今まで我々カタルーニャの文化をけなしたことをまず謝罪しろみたいな感じでね、返答してしまった。そこでもうこんなになっちゃってるわけですけど。本当によくこれだけうまく喧嘩するなっていうぐらいね、燃えますね、人間っていうのはね。例えば、イスラムの宗教で彼らが崇めているアッラーの神、この神様は人ではなく姿がないわけだから、それを絵にしてはいけないとかね、描いてはいけない。
信者さんがそう言ってんだったら他の人たちはそれしなきゃいいと思うんですけど、わざわざそれをしてその衝突を招くっていうかね、場合によっては悪気を持ってそれを苔にするっていうかね、そういうことをなんでするんでしょうね。それさえしなければ別に普通に仲良くやってるのに、それをやったがために突然関係が悪くなって、そしてこちらは気分を害したからその動画をすぐに削除してくれ、そしたら、あ、ごめんなさいって言って下げればいいんですけど、それをせずに、何言ってんだ、そっちだってしょっちゅうこちらの気に触れることって言いますかね、気分を害すること言うじゃないか、やるじゃないかってすぐにこう返してしまう。なんかあれ見てるとね、悲しくなってきますよね。まあ、特にその宗教文化に関しては、やっぱり気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、こんなタイミングで、近々サンティアゴ巡礼についてのお話もね、少しさせていただくつもりでいますから、まあ、このサンティアゴ巡礼に関してもね、私は信者ではないんですけども、信者さんと一緒に何度も巡礼してますから、その信者さんの立場から物事を見るっていうこともそこそこ、まあ、覚えられたと思うんですけどもね。そういった感覚で見てると、時々やっぱり、その、ちょっと、さすがにこれは日本から来てやらないとは困るなとかね、ちょっと気をつけてほしいなと思うことも、目についたこともありますから、そんな話もね、したいなっていうよりかしなければいけないかなと、気づいた人がしなければいけないかなっていうね、まあそんなちょっとは義務感も感じてるんですけどね。まあその話を置いときまして、そう、もうだいぶ前になりますけども、マヨネーズをね、簡単に1分以内でチャット作るっていうね、そういう動画を公開しました。で、あれでもう多分何人かの方がね、じゃあ試してみようって、された方もいらっしゃると思うんですが、一人、まあ、固まらなかった、失敗したっていうね、そういう連絡があったんですよ。で、大体その原因分かってるんですけども、あの、マヨネーズの動画を、最初公開した時に、真上から撮ったんで、混ざってる、まさに混ぜてるところ、横から見えなかったでしょ？それで、もう一回、横から撮った動画を後が追加でおまけ画像で出しました。で、多分、その、後から出した画像では、英語からよく見えてるんですが、細かい、詳しい説明は私はしなかったと思います。1本目の動画で説明しましたからね。2本目は、英語からの動画を見てもらうっていう意味で作ったわけです。1本目の動画の方に説明がしてあります。ということで、その、説明は1本目の方を基本的にはね、ご覧いただいて、で、どんな感じで混ざっていくのかなっていう視覚的なものは2本目の方で見てもらうしかないんですが、1本目の方でね、お話ししたことを聞き逃していらっしゃったようなんですが、同じように聞き逃した方がいらっしゃるかもしれませんから、失敗するね、一つの大きな理由をここで申し上げておきますと、もう一回見てくださいね、1本目の動画ちゃんと言ってますから。材料を入れたその容器にハンドミキサーを置いて、まず下までトーンとね、そこまで置いて、そしてスイッチを、ミキサーのスイッチを入れたら、最初の10秒間は動かさないでじっとしてくださいってお話ししてるはずです。この時にね、いきなりじゃっちゃっちゃっちゃとかって動かしちゃうと失敗するんです。最初、トーンと置いたら、つまりハンドミキサーの先っちょがね、容器の底にポンと当たってる状態っていうのは、そのハンドミキサーの先っちょの下に、中に卵が入ってるんですよ。で、その中に卵を閉じ込めた状態で、10秒間動かずにミキサーを動かして、動かすとね、何が起きるかっていうと、その周りにたくさん余ってるより多くの量の油とか、ビネガーとかと接することなく、その狭く閉じ込められたその空間の中で、空間と言いますか、スペースの中で、その卵と、ある程度少量のオリーブオイル、ビネガー、それとだけが濃厚な状態で混じり合うわけです。その時に、結局、マヨネーズが固まる、なんていうんでしょう、システムって言いますか、それは、その卵の中でも特に黄身の中に含まれているレシチンっていうのが働いて接着剤の役割を果たしてくれるわけです。その狭いこのスペースの中に閉じ込められた大きな黄身、この塊が、この狭いスペースの中でしっかりと仕事をしてくれて、そこで固まり始めるわけです。融解がね、簡単に進むわけです。
その入荷が簡単に進んだところで、そのまま10秒間動かさずに待ってると、ミキサーの隙間から入荷したものがうわーと盛り上がってきます。外に出てきます。それが2本目のおまけの動画で横から見てる動画を見ていただきますと、はっきりと見て取れるはずです。動かしていないミキサーのこの狭いスペースからうわーと入荷したものが広がってきて、上にうわーとね、もうほとんどいっぱいいっぱいに広がっていく。そうなってくるともう入荷はほぼ出来上がってです。そうなってから、あとは全体にその入荷が行き渡るようにゆっくりと動かしてやる。それを最初に10秒間動かさないでくださいっていうのを守らずにガチャ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 ってやっちゃうと、多分失敗する一番の大きな原因となります。ということで、もしかしたら他にも失敗した方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、その多分原因は同じところにあるんじゃないかと思います。もちろんあれですよ。もう一つの考えられる原因は、ものすごく大量のビネガーを最初から入れてしまった。ビネガーの量が多ければ多いほど水っぽくなりますから、そうすると固まるのが難しくなるのは、これは避けられないことです。ということで、極端に酸っぱいマヨネーズっていうのは作るのは、何か凝固剤でも入れないと不可能だと思います。はい、マヨネーズの話はこれぐらいにしまして、今日はね、この後ね、あと数時間しますと、久しぶりに日本から1名ご到着になります。ということで、今日は月曜日、今日は明日とね、2日だけ2泊して、サンティアゴ巡礼路でお出かけになるんですけども、まあ、その後また巡礼から帰ってこられて、ここに寄られますから、巡礼のね、またその報告とか感想なんかもね、聞けると思います。で今日、明日、月、火と、いつも我々はお酒を抜く日ですが、おそらく今日明日と続けてバルに出動になるんじゃないでしょうかね。まあ、そのサンティアゴ巡礼に向けての意気込み、抱負っていうんでしょうかね、そういったものをもしかしたら取材できるかもしれません。はい、ということで、今日の余談はここまでとさせていただきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。